今週のふるさとウィッシュは川崎町と糸田町の魅力をたっぷりお届けしていきます。その町の魅力はその町に住む人こそ知っていて、友達になることで新しい魅力を発見できるかもしれないという友達役にできるかなのコーナーです。今回は鍋さんが川崎町でお友達作りをしてきました。できたかな。やってきたのは豊前川崎駅近くの本町商店街。藍色のほらこのビニール、あら大盛況だ。こんにちは。すいません、あの KBC の知りたかっていう番組で。この辺もう何にもなくなりました。あら昔はいっぱいあったんですか。ありましたよ、もうずっと商店街はすごかったです、はい、炭鉱の街だったでしょ。うん、もう長いです。どれぐらいですか。もう60年ぐらいになります。60年。食品から日用雑貨まで取り扱う浅野商店は昔ながらの小さな小さなスーパーマーケット。人気は手作りのお惣菜。お姉さんが作ってんですか。はい、私が作ってます。今日はもうちょっともう少ないです。今日はもう本当ですね、この町のコンビニみたいなもんですね、うん、まあね、コンビニまで行かないけど。やめようと思ったこととかないんですか。ありますよありますけど、うん、まあ皆さんがもうやめんでね、買い物するとかないし、ここ椅子を出してるでしょ。まあ今日は見えてないけど、皆さんがざっと座るんですよ。ちょっとしたもうお茶しようみたいな。じゃあもう川崎町のスターバックスと言っても過言ではないですねだったらいいんですけど。あら、お姉様いらっしゃいませ。毎日来られてるんですか、こちらに。はい。あら、ちょっと味見で。あ、いいですか、もう綺麗なぬか床。継ぎ足し60年以上、ぬか漬けをごちそうになります。せっかくなんで、あの一緒に乾杯しましょうよ。はい、乾杯。お疲れさん、イエーイ、いただきます。わー、おいしい。わ、味がよー染み込んでますね。これはお酒絶対合うわ。合うね。こんにちは。学校終わり、はい、始業式、はい、そうです。ちょっと座っていきよ。食べて、きゅうりのぬか床。美味しいです。美味しいでしょ、はい、8月26日今日から夏休み明けて、はい、今どんな気分。もう友達とみんなで学校で会えるんで楽しみでした。ちょっと、あら、こんにちは。こんにちは。すいません、今 KBC の知りたかっていう番組でいいです、美男子ね。だって黒い服でね、こう統一してると思ったら足元は白でおしゃれさんですわ。あのオセロでやってるんで。オセロで、一人オセロでしたわ。ちょっとあの腹黒いとことホワイトなとこで分けてます。はあ、ちょっとテレビ慣れまでしてるじゃないですか。全然そんなことないですけど。え、息子で。あ、息子、え、息子さん、お父さん、めちゃくちゃ若もうお兄ちゃんかと思った。2年前ですか、こっちに越して来られたって聞いたんですけど。あ、そうですね、自分はもともと飯塚の人間で、でそれこそ田川ってやっぱその地元愛とかも強くて、地元で何かしようっていうことがやっぱ多いので、自分もそれにちょっと積極的にやっぱ貢献したりとか、そういうのしてみたいなっていうのではあったんで、ちょっとこっちに越してきたっていうのもあります。いや、いい言葉取れましたね取れ高まで考えてくれてます、はい、いや、まさかね、この二人が親子とは。何歳ですか、お父さん。自分ですか。今年一応25。若っ。え、あの再婚で。なるほどなるほどね。どう、25歳のパパ。ね、今ね、元気でいつも遊んでくれる。お、あ、もうテレビやん。おい、テレビ舐めやん。舐めた。舐めやん。してくれるの。してくれてんの？すごい、すごいよ。めっちゃ有名な人や。どうよ、今日から学校始まって。もういい。いやいや、冷めとるな。夏休みなんか遊んだ？遊んだっす。はい、すいません。何した？川に行った。あ、川？はい。川好き？川好き。みんなで？はい。何すんのよ、川で。鬼ごっこ。食べ、鬼ごっこ。鬼ごっこ。すごいね、なんかいやもう学校飽きたわーってするけど、川で鬼ごっこって可愛い。今から川行こうかな。また川行くんかい。中学生の友達がおすすめのスポットに連れて行ってくれることに。
何部？サッカー部。サッカー部。俺バスケ部。おバスケ部。ボクシング部です。ボクシング？はい。カメラに向かってカメラに。来た来た。おお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 いいのいいねいいね。いましたわ。おい。やってるな。やってるね。もうまさかもうこんなことになると思ってなかったんで着替えとか一切持ってきてないんで。来たよ。え、オリオン。オリオン来た。オリオンが急に始まったぞ。一気に深いぞ。おいおい早い早い。おおなんか岩あった岩岩あった行って。オリ行くよ。はいはいはいタッチ。お疲れ様です。友達やん。はい。でやっぱ言っても人生の先輩や。はい。だからやっぱ中学2年生って一番ね悩み多い時と思うよ。あーないっすね。ないんかい。彼女おると。はい。羨ましいな。なんて告白したの？付き合ってください。まあシンプルにね。シンプルやね。いや実はさ、僕はね、12年彼女がいないのよ。行く。どうやったら俊くんみたいに彼女ができるかな。困っちゃう時に助けてあげたり、優しくしてあげる。優しくね。心。世の中の女性の皆さん、身長186センチありますんで蛍光灯取り替えるとき僕呼んでください。友達100人と彼女作るぞ。最後になっちゃったんですか。いやいや友達できましたよ。もう今年最後ですか、水から出てきて。まあもうそうでしょうね。もう納めです、納め、納め、もういいですみたいなって言ってました。なんかちゃんと中二でいてくれてて安心しました。いい、確かにすごい健やかな。この時期って彼女いたら一段上に行けますか。いやなんかね、そうなんですかね。顔見たら分かりますもんね、夏休みが出て。おーおーみたいな。でも8人中4人彼女がいたモテモテじゃない。モテモテグループ。優しいんですよみんな。困ってる時助けてあげたりとか。すごいなんかスタンドバイミーみたいな絵じゃないですか。素敵な写真ですよね。素敵。そして25歳のパパいましたけど、トークがお上手でしたよね。トークがお上手。はい、オセロのね。はい、と思いましたら、筑豊地区のコンビニ接客コンテストで3位、剣道全国3位、サッカー県代表になったほどのスポーツマンという。何それ。ごめんなさい、何でもできる。トーク関係なくないですか。何でもできる。接客がね、お上手というところで。人材の宝庫なんですね、川崎町は。上手でした。たくさんのお友達ができました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。